このゲームを通じて、リョウ、いや、あなたは様々な経験をすることになる。それは経験というより、この世界を生きるということ、そのものを味わうということになる。その意味を感じてもらうために用意された仕掛けの一端をご覧に入れよう。これまでのゲームでは、プログラムされた道を歩いていくだけで、その景色は単なる通過点の、まさに描かれた絵でしかなかった。しかし、シェンムーにおいては、これらの部屋すべてに侵入可能である。例えば、ここでは1200以上の部屋があり、そのいずれの部屋に入っていくことも可能である。もちろん、どの部屋に入っていこうと、あなたの自由である。Yeah.